はい、本日はですね、買って後悔しないアウター5選を紹介していきたいなというふうに思います。で、まあそろそろ寒くなってきてですね、アウターが欲しいなという時期になってきて、でもアウター買うにしてもちょっと失敗はしたくないなっていうところはあると思うので、まあアウターで何を求めるかで多分人によって違うと思うんですよね。例えば一人の人は暖かさが大事ですって言ってくる人もおれば、まあ一人の人はやっぱり女子受けっしょって言ってくる人もいてれば、まあ一人の人はモコモコ具合が大事でしょうっていう人もいてれば、まあいろんな人がいてると思うんですけど、まあ今回選ぶ5選の5つっていうのはですね、やっぱり防風性っていうんですかね、しっかり風を通さないっていうところを大事にしたいなと思ってまして、まあっていうのも普通にまあ街中とか行ってたりとかしてて、寒さを感じるのって、まあもちろん気温が寒いとか雪が寒いとかっていうのあったりとかしても、一番寒いの何って言ったら、もう突き抜けるような風の寒さってあるじゃないですか。ピューって風吹いた瞬間、ブーって身震いするような寒さがあると思うんですけど、やっぱりそれをしっかりシャットダウンしてあげることがまず暖かさの始まりやと思うんですよね。でその上に保温性とかいろいろ足していくと思うんですけど、そもそも風をシャットダウンしなかったら何も始まりませんよということになってるので、まあ、建築でいうところの基礎の土台を大事にしようとか、まあ、野球でいうところのまず素振りをちゃんとしようとか、打撃フォームをきっちり揃えようとか、あとまあキャバクラでいうところの、まあ、基本料金をしっかり抑えようということで、まあ、要は何を言いたいかというと、まずベースをしっかり抑えるために、洋服でいうところやったらやっぱり防風性っていうのが大事になってくるかなというふうに思うので、まあ、今回5つ選ぶのっていうのはですね、やっぱり風を通しにくいっていうのを、まあ、完全に通さないわけじゃないんですけど、まあ、通しにくいアウターっていうのを選んで、まあ、それこの5つやったら多分買って失敗せえへんのちゃうかなというふうに思ってますので、まあ、今日の流れとしてはまず一つずつ紹介していって、まあ、それぞれの特徴をまあ一言二言でパッと終わらして、でそれを 1,2,3,4,5 って紹介しておしまいというだけの、まあ、シンプルな感じになりますので、まあ、早速紹介していきたいなというふうに思います。ではですね、まず買って後悔しないアウター一つ目っていうのがこちらのノースフェイスのマウンテンジャケットというジャケットになります。これに関してはですね、そんなに中にダウンが入ってるとかっていうわけじゃなくて、普通にまあなんていうんですかね、シャカシャカのジャケットみたいな、まあ、マウンテンパーカーなんですけどね、まあ、シャカシャカのジャケットなんですよ。でこれは最大の特徴として、やっぱりどんな気候でも着れる。雨が降ってても問題ないし、雪が降ってても問題ないし、風が吹いてても問題ない。まあそれはちゃんとこの生地が風も止めてくれるし、水も雪もちゃんと弾いてくれる。まあなので中に着てる服がもう全く濡れへんし、風を感じることがないっていうのが、まあ、このジャケットの特徴という風になっておりますので、まあ、これのもう一個下のちょっと軽量タイプがマウンテンライトジャケットっていうのがあったりするんですけど、まあ、それでも全然問題ないし、別にこっちのあのもう一個上のバージョン、これがマウンテンジャケットなんですけど、まあ、これがね、値段がそんな可愛くなくて5万円5000円ぐらいかなするっていうことなんで、今回紹介する中では比較的高い方にはなってるんですけども、まあこれは持ってて失敗はないでしょうと。これ持ってる人でちょっと俺はマウンテンジャケットあかんかったなーっていう人はあんま聞かんかったんで、って考えるとマウンテンジャケット、もしくはもう一個下げてマウンテンライトジャケットって4万円ぐらいで1万5000円ぐらい安く買えるんで、まあ、その辺はあの今それぞれ言った風通さへん、雨通さへん、雪通さへんっていう式の両方ともちゃんとあるので、まあ、これを抑えてもらってればいいんかなと思いますし、それこそ秋とかやったら普通にこういったなんていうんですかね、 T シャツの上にこれ1枚着るだけでも全然問題ないと思うんですけど、例えばもうちょっと寒くなって、まあ、冬が近づいてきたりしたら、こういったフリースの上にこのジャケットをシャッて羽織ってあげれば、暖かさはフリースであるし、ちゃんとここは風を通さないっていう役割を果たしてくれたりするし、まあ、コーディネートなんかで迷った時なんかは、まあ、こういうの着てれば別にそれなりになるじゃないですかって考えたら、別に何も考えんでもいい。だから気候も考える必要ない。どんな気候でも着れるし、コーディネート迷ったらとりあえずデニムにマウンテンパーカー着とったらそれで終わりっていうことになってるので、まあ、一着持ってればかなりこの汎用性の高さというか、まあ、ほんまにスーツ以外やったらもう全そのコーディネートで合わせれる。どんなパンツ履いてても合わせれるって考えると、まあ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 持っててこれは後悔せえへんでしょうということで、まあ、僕はですね、このジャケットをよく北斗の拳に例えるんですけど、北斗の拳でいうところのもうラオウですよというふうによく言ってて、ラオウと言えるぐらいもう最強のジャケットになっているので、まあ、お値段もちょっとね、あの可愛くない感じにはなってるんですけども、もう一個下の、まあ、ジャギぐらいの感じのジャケットになってきたりしたらもうちょっと安くなってくるとは思うので、うん、まあ、ジャギが何か分からんけどね、まあ、そんな感じになっているので、まあ、マウンテンジャケットは、まあ、これに関してはもうまあ皆さん納得していただけるかなというところで、まず一つ目がこちらのノースフェイスのマウンテンジャケットっていうことになっております。では2つ目っていうのがこちらのパタゴニアのレトロ X というジャケットになります。で、打って変わって全然違う感じになったと思うんですけど、次はこっちはですね、モコモコなんですよね。さっきは結構スタイリッシュな黒のマウンテンパーカーやったね。こっちは次はフリーズのモコモコバージョンかいなっていうことなんですけども、その通りでモコモコバージョンなんですけども、モコモコバージョンってどうしてもこう若い子、若い男の子が着たら可愛らしい感じ、俳優さんとかみたいになって、ああ、おしゃれみたいな感じになると思うんですけど、じゃあ次おっさんが着たらどうなるのかって思ったりしたんですけども、まあ、普通にまあ僕が
らいの年齢の方着ても全然問題ないし、まあ、40、50代の方が着たらそれはそれでまた渋みがあるじゃないですか。あえてそのカジュアルさを入れてるなっていう渋みがあったりするので、これよう考えたら何歳でも着れるなと思って、今回この買って後悔しないアウターに入れてます。で、まあ、これもですね、先ほどのマウンテンパーカーのジャケット同様風を通さないんですよね。こんなモコモコのやつって風通さへんの、ほんなんじゃあ今度からフリース買おうっていうわけじゃなくて、この僕が今着てるフリースとかももう風めちゃくちゃ通すんですよね。基本的にフリースって風通すので、こうやって風がひゅーってきたりしたらもう全部の風が中に入っていくので、せっかくあったかいと思ってても、要はモコモコのどんだけ分厚いフリース着てて、これあったかいねんって言って外出たらもう風ビュービュー吹いた瞬間めっちゃくちゃ寒いんですよ。だからまああんまりニットとかフリースって暖かさはあるけど、そのちゃんと防寒性はないんですよね。風を守ってはくれへんけど、このレトレックスに関してはしっかりとその風を守ってくれる防風の生地っていうのが中に挟み込んであるんですね。それのおかげでただモコモコじゃないですよと、ちゃんと風も守ってくれるんですよということになってるので、まあ、あのよく男子とかで言うとですね、まあ、草食系男子でもないよと、実は中に肉食があるからロールキャベツ男子なんだよみたいな感じで、一見見るとただのフリースやんけと思ったりするんですけど、あの、まあ、ちゃんと防風性があるっていうところで、まあ、今回これも買って失敗せんへんやろのということで、まあ、これがですねジャケットが3万円ぐらいということになるんですけど、3万円って考えると普通にこの機能のすごさって、僕が今こうやってフリース着てるじゃないですか。でこのフリースの上にさっき紹介したノースフェイスのマウンテンパーカー着るのと要は同じような原理をこの1枚だけで行ってるんですよね。まあ、ただ雨とかは無理ですけど、風に関しては全く同じ原理、このフリース着てこのジャケット着た時と全く同じような機能性っていうのがこの1着だけであるっていうのが、まあ、2回言ったんですけど、同じことっていうのが、まあ、このジャケットのすごいところであったりはすると思うので、まあ、買って後悔しないんじゃないかなというふうに思います。だから意外とねチャリンコとか乗っててもこういうフリースって寒いっていう経験ある方いらっしゃると思うんですけど、このレトレックスに関しては寒くないんですよね。でこれの似てるバージョンっていうのがユニクロがあって、値段10分の1ぐらいっていうか、それぐらいめっちゃ安い値段であったり、桁1個ちゃうでいうぐらいの値段であるんですけど、それ以前比較動画出したんですけども、正直僕からしたら別にどっちでもいいという、まあ、それはそれぞれ の個人の趣味思考で買ってもらったらいいと思うんですけど、まあ、それぐらい他のメーカーも真似したくなるようなぐらいちゃんとした名品ですよということになっているので、まあ、今回これが2つ目ということになっております。では次3つ目いきます。次はですね、こちらモンベルのスペリオダウンというインナーダウンジャケットになります。まあ、なのでダウンジャケットと言っても結構薄い感じになってるんですよね。こんな薄いので冬大丈夫ですっていう感じだと思うんですけど、例えば今時期とかやったらこういった T シャツあるじゃないですか。で T シャツの上にこういうのさって羽織ってあげるだけでも全然いいと思いますし、もうちょっと寒くなってきたなってなったりしたら T シャツの上にこのスペリオダウンを羽織って、さらにその上から風を通さないレトロ X を着てみたりだとか、こういったさっき紹介したあのラオジャケットを上からパッて羽織ってもらえれば風も通さへんし、中でぬくぬく温めてくれるという役割になっているので、まあ、これは一応ジャケットと言いますか、一応インナーにもなるしアウターにもなるというところになっているので、まあ、これこそ万人受けするというか、どんなそのスタイル、カジュアルの人であろうが切れ目の人であろうが、別にどんなスタイルの人でもこれは合わせれるんですよね。で例えばスーツの中のちょっとシャツの上にこれパッて羽織ってコート着ちゃうっていうやり方もできるし、でそれ以外にやったらゴリゴリのカジュアルでも全然切れたりするので、まあ、男性やったら結構一着持っとったら使えるんですけど、まあ、なんでこれがいいかっていうと、もう買って失敗するような値段じゃないんですよ。一番最初のラオジャケットは5万円、次の、モンベルじゃなくてレトレックス、パタゴニアのレトレックス紫のやつが3万円、で次これはっていうことで1万円になってるんですね。1万円でこのダウンジャケットというか、まあ、あのインナーダウン買えんのということで、インナーにもなるしアウターにもなるし、綺麗目でも着れるしカジュアルでも着れる、ほなまあ1万円やったらまあまあ失敗してもええかっていうぐらいの価格帯じゃないですか。でなおかつこの中に入ってるあの綿があるんですけど、この綿がめちゃくちゃいい綿入ってるんですよね。でこれどんないい綿入ってるのっていうと、あの学校の偏差値でいうところの60代ぐらいの、クオリティがあるんですよ。だからまあ普通の平均的なんていうと、フィルパワーって言ったりするので言うなら、まあ550とか600ぐらいがまあ普通かって言われたりするんですけど、これがですね800フィルパワーという、もうまあ確かに偏差値で言ったら60ぐらいですよね。まあそれこそプロ野球で言ったらピッチャーで先発ローテーションには入ってるけども、1番手ではない3番手ぐらいのポジションというか、でまあキャバ嬢やったらどうなんていうと、まあナンバー3、4ぐらいな感じになってるので、まあそういった感じのちゃんとした高品質な綿が入ってて、なおかつそれが1万円内であるっていうことで、まあ、もちろんそれこそ一番トップの、綿とかを使えばもっと値段上がったりするので、まあ、そんなんとかでなかなか使わへんじゃないですか。でそれこそそういうの使うのいつ使うのっていうと、登山で使ったりとか、あとまあ南極大陸行く時に使ったりするんですけど、皆さんじゃあ南極大陸いつ行くんですかって言ったらなかなか行かへんじゃないですか。ってことはそんなにナンバーワンキャバ嬢は必要ないよねっていうことになってきて、まあ俺の
レベル的にやったら3、4がちょうどええわっていうことで納得していただけると思うんですよね。で、まあ値段も手頃ですし、もうポッキリ、1万円ポッキリということになっているので、まあこれ以上はもううちはぼったくりませんということになっているのでって考えると、まあまあこのスペリオダウンはインナーでも着れて、アウターでも着れるということになっているので、まあ何の話したかっていうと、まあそれぐらい使い勝手がいいということで、ちゃんと中の綿も、いいダウンを使っているということで、似てるダウンはいっぱいあるんですけども、似てるダウンになってくるともうちょっと綿の質が落ちて、600フィルパワーとかまで落ちるのでって考えると、やっぱり新人の、まあ、体験入店してきた女の子であったりとか、まあ、新人のドラフト5位で入ったぐらいの子になってきたりするので、まあ、そこまで下げてもいいんやったら、まあ、ユニクロのインナーダウンとかでもいいとは思うんですけど、まあ、そういった、1万円ぐらいのインナーダウンということになっております。ということで次は4つ目ですね。次はこちらノースフェイスのヌプシジャケットというダウンジャケットになってます。まあ、これは結構本格的なダウンジャケットになってるので、まあ、秋とかは着ないんですけど、まあ、冬場にかけて着るというような感じになってて、さっきから値段が5万3万1万って下がってきたので、じゃあこれは何千円になってくるのって言ったら、そんなことは下がらないんですね。次は逆に上がっちゃうということで、紹介する順番考えろという感じなんですけど、まあ、それはまあしゃあないやろということで、これが3万円なんですよ。で3万5000円ぐらいかなということで買えるっていうことで、ちゃんとしたダウンジャケットやのに、でしかもノースフェイスって聞くと高いっていうイメージあると思うんですけど、今のノースフェイスだったらやっぱ人気のダウンジャケットって6万円とかぐらい、6万か7万円ぐらいするっていうのが多いんですけど、その中でも3万円で買える、でしかもこれがポッと出てきた新人のその辺のやつじゃない、しっかり90年代前からある新鮮のダウンジャケットですせということになっているので、それは今流行りのカフェもいいし、今流行りのタピオカもいいけども、やっぱりその隣にいてる、まあ、老舗の昔からあるお茶屋さんっていいじゃないですかって考えた時に、まあまあ値段としてはそんなに安くはないけども、ちゃんと支払う価値があるからお茶屋さんはずっと残ってるんだよということになって、まあそんだけ老舗やったら一回はちょっと入店してみましょうよということになると思いますし、まあそういう感じのダウンジャケットって、まあどういう感じじゃないって感じなんですけど、まあ、要はですね、3万5000円ぐらい払っても全然まあそれは後悔しづらいというか、まあ、しっかりこんだけにあの綿が入ってて、パンパンに綿が入ってるし、なおかつノースフェイスっていうちゃんとしたブランドやし、でそれでいてもう30年ぐらい前からもうずっと発売され続けてるダウンジャケットなんで、まあ、言ったらちゃんと人気がなかって売れなかったら発売できてないんじゃないですか。でもまあちゃんと人気があって売れ続けてるから発売され続けてるということになってるので、まあこれは僕が言わんでもまあ納得やと思うんですけども、まあこの辺はまあ3万円台でノースフェイスのダウンジャケット買えるんやったら、まあここは別に買っとってまあ失敗はせえへんやろなということで、まあ買って後悔はしないということで、こちらが4つ目のダウンジャケットという、こちらが4つ目のアウターということになっております。まあ僕が考える中でこれがやっぱ人気の理由っていうのは、やっぱりしっかり中綿がちゃんとびっしり詰まってるっていうのもそうやし、それ以外にやったらやっぱ合わせやすいんですよね。まあダウンジャケット自体がちょっとこれはあのカモフラって迷彩から入ってるのでごちゃごちゃしてますけど、もっとシンプルな色を選べば中にフリース着てもいいし、セーター着てもいいし、シャツ着てもいいし、何やったらパーカー着たりしてもいいんですよ。だからこの首元にあるようなやつ着ても全然このスッキリしてるので重ね着ができたりするってことで、やっぱそういうところが人気なんかなとは思ったりするんですけど、そういったところでこちらが4つ目のアウターということになっております。では次、最後のアウターというのがですね、こちらのバブアーのビテール SL というジャケットになります。でバブアーといえばですね、もう昔からあるブランドで、もう昔からあって、どんなブランドっていうと、多分皆さんイメージあるのが防水のまあ元祖とか防風の元祖っていうと、あバブアーとかっていうジャケットかなみたいな、確かに今最近出てるなっていう感じだと思うんですけど、ほんまにこれ100年以上前から出てるっていうことで、イギリスの軍隊とかにも使用されたりするぐらいちゃんとした生地になってて、まあ、それこそ最近とかやったら、さっき紹介したノースフェイスのこういったマウンテンパーカー、ラオですね、ラオがありますよって言ったんですけど、これはもうハイテクな、超ハイテクな機能を使ってるんですけど、もうこっちとかに関してはもう普通にあるような生地に昔からあるようなオイルを塗って、上から要は膜を張ってる状態で風をしのいだり雨をしのいだりっていう、もう昔ながらの感じなんですけど、またそれがですね、味があるんですよね。って考えると、ちょっとまあハイテク系もいいねんけども、ちょっとまあこう昔の感じを楽しみたい方とか、ちょっとクラシックな気分を味わいたい方なんかはですね、これ一着を持っておけば、それこそほんま100年分の歴史を感じれるというか、まあ、このジャケットの形自体はですね、100年前からあるわけじゃないんですけども、それでももう数十年前からこの形自体はあったりするので、本当にまあ昔ながらの感じを味わえたりして、なんていうんですかね、古き良き時代の料亭というんですかね、まあそんな感じの、あのコトーンってなんか、あの水が池のところでもう溜まってきたらコトーンってなったりして、鯉が走ってるみたいな、そういうところの風情ある感じで和食食べるのもいいじゃないですか。それはまあ最近とかやったら、なんかピザが出てきたりとか、あとキッシュが出てきたりだとか、あとチーズフォンデュ
流が出てきたりだとか、あとはなんかパエリアが出てきたりとか、そういった横文字のやつも素晴らしいけども、やっぱり昔からあるのっていうのもやっぱ渋いですよね。ということで、昔ばっかりやと面白ないし、最近ばっかりやでも面白ない、やっぱ両方が必要でしょということになってきたら、もうこのバブアなんですよね。まあなのでクラブでいうところの、やっぱり若い女の子ばっかりじゃなくて、ママさんも魅力ですよねって言える人っていうのは、やっぱり両方こうたしなめると思うんですよね。たしなめるという言い方悪いな、両方とも楽しめると思うんですよね。って考えた時に、やっぱそういった感覚がある人っていうんですかね、幅がある方っていう方は、こういったビデールなんかはもう持ってて間違いないというか、まあこれがですね、やっぱ100年の歴史があるってなってくると、結構値段高いんちゃいますの、昔の料亭は高いですやんっていうことになってくると思うんですけど、これがなんと値段が5万円ということで、さっきのラオジャケットとほぼほぼ同じような価格帯なんですよね。最新の技術が安いのはまあまだわかる、今でもできるからねと。でもこれは昔の技術やけど、それでも今もまだ作り続けられてることに感謝やのに、それになおかつなんとか頑張れば、ね、手が出せるような価格帯ということになってるので、まあ、これはもともといいやんと思った方はもう買っといて損がないというか、多分ねこれ見てはる方でこれ全然興味湧かへん方って、もう絶対買う必要ないと思うんですけど、あ確かにこれ渋いなみたいな、かっこええなと思う方はもう絶対買ってて損ないというか、もっと言うとこれ使えば使うだけどんどん色が褪せてくるんですよね。今とかやったらちょっと濃い緑感じになってると思うんですけど、もっとこう薄い緑になってきたりだとか、この肘のとこよく曲げるとこのこの肘がどんどん当たりが出てくる、デニムみたいに当たりが出てきたりだとか、そういったこうガンガン着ていって、まあ、自分らしさというか自分の色を出していけるっていうことになってて、まあ、こんなんじいさんとかになってこんなん着たらめっちゃかっこいいじゃないですか。まあそうやから、これは買って後悔しないだろうなというふうに思いますので、そもそも買いたいと思わへん人は多分全く興味ないと思うので、あいいなと思った人は多分買って後悔しないんじゃないかなというふうに思います、ということになってます。はい、ということでですね、まあ、ざっと、後悔しないアウタートップ5っていうのを紹介していったんですけども、まあ、それぞれのレビュー動画っていうのは下の動画説明欄に貼ってるんですけども、まあ、今回紹介したのはですね、あくまでも僕が持っている中でっていうことなんで、まあ、僕が持ってない商品の中やったらもっといいものあるよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、それはですね、またコメントとかいただければ今後まあ購入してレビューしていくと思いますので、まあ、参考にさせていただきたいなというふうに思います、ということになってますので、本日はですね、買って後悔しないアウター5選を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。